セルティックフットボールクラブは、スコットランド南西部の都市グラスゴーを本拠地とするサッカークラブチーム。クラブは1887年に創設され、1888年に初試合を行った。セルティックは、同じグラスゴーを本拠地とするレンジャーズとライバル関係にあり、これら2つのクラブはまとめてオールドファームとして知られている。セルティックは、 スコティッシュプレミアリーグを51回、スコティッシュカップを40回、スコティッシュリーグカップを19回制覇している。1967年に史上初の5冠を達成した。この年はイギリスのクラブとして初めてヨーロピアンカップを制覇しただけでなく、スコティッシュリーグ、スコティッシュカップ、スコティッシュリーグカップ、グラスゴーカップを制した。また、 1970年ヨーロピアンカップ決勝と2003年 UEFA カップ決勝にも進出した。名称のセルティックとはケルト人あるいはケルトのケルトに属するを意味する。ケルト系のアイルランドと同じくチームカラーに緑と白エンブレムにあしらわれたシャムロックとケルト色を打ち出している。ホームスタジアムはセルティックパーク。1888年に創立され、 スコティッシュプレミアリーグに所属。同じグラス号を本拠地とするレンジャーズと二教を形成し、この二教はオールドファームと呼ばれている。レンジャーズは16世紀のスコットランドで起こった宗教改革によって多数派となった長老派の支持が多く、セルティックはカトリック系で19世紀にアイルランドからジャガイモ基金を逃れ渡ってきたアイルランド移民の子孫の支持が多い。また、 同じ背景を持つアイルランドや北アイルランドにも根強い人気を誇る。このように、レンジャーズとセルティックの関係は、宗教的なもののみならず、英国連合の政治的、民族的な関係をも含む複雑な背景がある。セルティック・パーク・ジョック・ステイン監督に率いられた1966から1967シーズンには UEFA チャンピオンズカップを優勝。これは、 イギリス勢初のビッグイヤー獲得で、セルティックサポーターにとって大いなる誇りとなっている。しかし、その後イギリス経済が不況に陥りその影響がスコットランドに及ぶと、財政難に陥り運営が難しくなった。そして有名選手を集められない、質の高いサッカーを行えないなどの結果を招き、スコティッシュプレミアリーグの人気が低迷することとなった。その後不況から脱出したとはいえ、 例年の優勝争いの固定化や他国リーグの人気向上といった他の要因も絡んで、スコティッシュプレミアリーグはかつてのような人気はもはや見られなくなった。そのため、セルティックはヘンリクラーションなどの有力選手を集めてかつてのように復活しようとしたのである。2002から03シーズンの UEFA カップでは決勝に進出したが、ポルトに敗れ準優勝に終わった。 現在イングランドプレミアリーグへの参加を希望しており、今後の動向に注目が集まっている。2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグでは、マンチェスターユナイテッドをホームゲームで破るなどして、クラブ史上初の決勝トーナメント進出を決めた。その一方で、アウェーゲームが完全な鬼門となっており、大会名が解消された1992年から一度も、 勝てずにいた。2012年10月2日、グループリーグ第2戦のスパルタクモスクワ戦に3-2で勝利し、UEFA チャンピオンズリーグのアウェイゲーム初勝利を挙げた。2005から06シーズンから2008から09シーズンまで中村俊介が2007から08シーズンから2009から10シーズンまで水野明樹が所属していた。クラブ初期のチーム写真。 ユニフォームは現在の有名な横島のものとは異なる。セルティックフットボールクラブは1887年11月6日、グラスゴー、カルトン、イーストローズストリートにあるセントメアリー協会ホールにおける会合でアイルランド人マリスト会修動士、ウォルフリットによって正式に結成された。結成の目的は、ウォルフリットが始めた事前事業を プアーチルドレンズディナーテーブルのための募金を集めるためであった。募金を集める手段として、クラブを結成するウォルフリッドの動きは、これより数年前にエディンバラにおいて移民アイルランド集団のために、結成されたハイバーニアンの例に大きく発想を得ていた。ウォルフリッドは、クラブのアイルランド並びに、スコットランド系であることを反映する用意とした、セルティック・セルティックという名称を提案し、 同会合で採用された。クラブには公式の愛称、ザ・ボイスがある。しかし、セルティック広報部によれば、新たに設立されたクラブは、ザ・ボールド・ボーイズとして、多くの人々に知られていたという。チームが描かれ、ザ・ボールド・ボイスと呼ばれている20世紀初頭の絵はがきは、この特有の綴りの知られている初めての例である。この余分な英知の起源は定かではないが、 アイルランドなまりによる発音を模していると考えられている。セルティック FC の創設者、修道士、ウォルフリット1888年5月28日、セルティックはレンジャーズと初の公式戦を行い5対2で勝利した。ニール・マッカラムがクラブの初ゴールを決めた。この日にプレーした選手はハイワーニアンから雇った選手によって主に構成されていた。 セルティックの初のユニフォームは白シャツと緑の襟、黒のズボン、エメラルドグリーンの靴下からなっていた。クラブの最初のクレストは赤色の卵型の背景の緑のケルト十字という単純なものであった。1889年、セルティックは初めて開催されたスコティッシュカップ決勝に進出したが2対1で敗れた。クラブは1892年も再びスコティッシュカップ。 決勝に進出し、クイーンズパークをボタン。数ヶ月後、クラブは本拠地をセルティックパークに。1897年、クラブは有限責任司会者となりウィリー・マレーが初の秘書役兼監督に任命された。1905年から1910年の間に、セルティックはスコティッシュリーグチャンピオンシップを6連覇した。 1907年と1910年はスコティッシュカップも同時に制した。これは初のスコティッシュカップとリーグの2冠であった。第一次世界大戦中、セルティックはリーグを4連覇し、1915年11月から1916年4月までは無敗を誇った。元選手でキャプテンのジミー・マクグローリーは1945年にチームを引き継いだ。 マクグローリーの下、セルティックは、女王エリザベス2世の大会を記念して1953年5月に開催された一度限りの大会である、コロネーションカップにおいて、アーセナル、マンチェスターユナイテッド、ハイワーニアンを破り優勝した。1957年10月19日、セルティックは、グラスゴー、ハムデンパークで行われた、スコティッシュリーグカップ決勝でレンジャーズを7対1で、 破った。このスコアは今でもイギリスの国内カップ戦決勝の最多得点差である。元セルティックキャプテンジョック・ステインは1965年にマクグローリーの後を引き継いだ。ステインはセルティックを1966年から1974年までリーグ9連覇に導いた。これは1997年に並ばれるまで世界記録であった。 1967年は、セルティックのアンノス・ミラビリスであった。クラブは参加したすべての大会を制覇した。ステインのリーダーシップの下、クラブは1967年5月25日、リスボンのエスタデオ・ナショナルにおいて、インテルナチオナーレを2対1で破った。セルティックは、ヨーロッパ王者となった初のイギリスのクラブとなった。現在でも、決勝に進んだ。 唯一のスコットランドのチームである。この時の選手たちは後にリスボンライオンズとして知られるようになった。ジミー・ジョンストン、ボビー・レノックス、ボビー・マードックはこのチームの一員であり、現在セルティックの偉大な選手の一人として称えられている。次の年、セルティックはインターコンチネンタルカップでアルゼンチンのラシンクラブに敗れた。セルティックは1970年に再び、 ヨーロピアンカップ決勝に進出したが、ミラノ、サンシーロで行われた決勝でフェイエノオルトニーに2対一で敗れた。1980年代における国内で、さらなる成功にもかかわらず、クラブの遠坂仕越しこ氏が500万ポンドを上回った。結果として、スコットランド銀行は1994年3月3日に、関西人が訪問することをセルティックに通知した。しかし、 国外に住んでいる実業家ファーガス、マッキャンがクラブの統制権を手に入れて創設以来クラブを支配してきた一族を追放した。メディアの報道によれば、マッキャンがクラブを引き継いだのは破産が宣告される数分前であった。有限責任司会者セルティック PLC としてのクラブビジネスを再構成し、 セルティックパークの全席座席付き6832人収容のスタジムへの再開発を監督した。1998年、オランダ人のビムヤンセンの下、セルティックは再びタイトルを手にし、レンジャーズがセルティックの9連覇の記録を破るのを阻止した。ノッティンガムフォレストでヨーロピアンカップを制したマーティン・オニールが2000年6月にクラブを引き継いだ。 オニールのリーダーシップの下、セルティックは5年間でスコティッシュプレミアリーグを3度制覇した。オニールの初年度には国内3冠を達成し、ジョックステイン以来3冠を達成した2人目の監督となった。2003年 UEFA カップ決勝を観戦するために8万人、あまりのセルティックファンがセビリアへ旅した。ヘンリ・クラーションが90分以内に2得点を挙げたにもかかわらず、 セルティックは延長戦の後 FC ポルトに3対2で敗れた。数多くのセルティックサポーターの立派な振る舞いはセビリアの人々から幅広い賞賛を受け、セルティックファンは FIFA フフと UEFA のフェアプレー賞を受賞した。ゴードン・ストラカンは2005年6月にオニールの後を継ぐことが発表された。就任初年度に SPL のタイトルを手にした後、ストラカンは リーグ3連覇を果たした、セルティック3人目の監督となった。また、ストラカンはセルティックを初となる UEFA、チャンピオンズリーグノックアウトステージに導き、次の2007から08も2年連続でノックアウトステージに進んだ。ストラカンは SPL のタイトルを逃した後、2009年5月にクラブを去った。2009年6月に、トニー・モーブレーが監督に就任し、 一年後に、ニール・レノンが後を継いだ。2010年11月、セルティックは、セルティック・パークで、アバーディーンを9対0で破り、スコッティッシュ・プレミアリーグの最多得点差記録を更新した。2017年4月2日、ハーツに5から0と対象したことで、当時2位だったアバーディーンに残り8試合で、勝ち点25差をつけ、リーグ6連覇が決定した。 34勝4分でシーズンを終え、1898から99シーズン以来となる無敗優勝を達成。スコティッシュカップ、スコティッシュリーグカップにも優勝し、2000から01シーズン以来16年ぶりの国内三冠を無敗で達成した。セルティックの初めてのシーズンでは、ユニフォームは白色のトップスに、黒色のショートパンツと緑色の横縞のソックスであった。 このユニフォームには赤色の園内に描かれたケルト十字の衣装が付けられていた。次のシーズンは緑色と白色の縦縞のトップスに変更され、このデザインをその後14年間使用した。1903年、セルティックは現在の有名な緑色と白色の横縞のトップスを採用した。詳細はセルティックパークを参照セルティックのスタジアムは、 グラスゴーのパークヘッドにあるセルティックパークである。セルティックパークは中央人員6万832人の全席座席付きのスタジアムであり、スコットランドで最大、イギリスではマレーフィールドスタジアム、オールドトラフフォード、トゥイッケナム、ウェンブリー、ロンドンスタジアム、ミレニアムスタジアムに次いで7番目に大きなスタジアムである。セルティックパークはパークヘッドあるいは パラダイスとして一般的に知られている。セルティックは最初1888年にパークヘッド地域にグラウンドを構えた。しかしながら賃貸量が大幅に値上げされた1892年に異なる場所に移転した。新たな本拠地は広大な大地構造の区域を有する大円形のスタジアムへと開発された。観客動員記録83,500人は 1938年1月1日のオールドファームダービーで記録された。1957年から1971年の間にテラスは舗装され投稿証明が導入された。テーラーレポートにより1994年8月までにすべての主要なクラブは全席座席付きのスタジアムを持たなければならないと命じられた。1990年代初頭のセルティックの 財政状況は歩く、1994年3月に、ファーガス、マッキャンが、クラブの経営権を獲得するまでは、大規模な改築は行われなかった。マッキャンは、古いテラスを撤去し、段階的な改築で新たなスタジアムを開発する、計画を実行し、1998年8月に、工事は完了した。新スタジアムの総費用は4000万ポンドであった。 1994から95シーズン、セルティックはハムデンパークでプレーした。セルティックパークはしばしばスコットランド代表やカップ戦決勝の会場として使用されている。第一次世界大戦以前は、セルティックパークではコンポジットルールズ新規ハーリングや陸上競技、1897年世界選手権。 自転車競技大会トラックレースなど様々な他のスポーツイベントが開催された。野外ミサや第一次世界大戦の求人運動も開催された。時にはコンサートでも使用されている。詳細は EN、セルティック界、C サポーターズを参照2003年、セルティックには900万人のファンがいると推計された。世界中の20カ国以上に160を超える。 セルティックサポーターズクラブが存在する。日本には2001年7月に発足した東京 CSC があり、主にアイリッシュパブで集まり、試合を観戦しサポートしている。2003年、推定8万人の多くはチケットを持たない、セルティックサポーターが UEFA カップ決勝のためにスペインのセビリアへ渡った。クラブのファンは、その後、 この試合における振る舞いに対して UEFA 及び FIFA からフェアプレー賞を授与された。2010から11シーズン、セルティックはスコットランドのクラブの中で最多平均観客動員数を記録した。また、この記録はヨーロッパ全てのサッカークラブの中でも12番目である。セルティックのサポーターが You'll Never Walk Alone を歌うことは、 世界的に知られてよりクラブも公式に曲の使用を認めスタジアムで使用している。セルティックパークでは選手の入場前にこの曲が流れ、サポーターが曲に合わせて熱唱する。やがて曲が消えサポーターの声だけがスタジアムに響くという演出が毎試合行われるほか、この曲は セルティックサポーターの代名詞のようになっており2007から2008シーズンのチャンピオンズリーグベスト16のセカンドレグではアウェイのカンプノーでバルセロナの手によりこの曲が流されるという粋な計らいがあった。また中村俊介の対談時には彼に対してのメッセージとしても使用された。意味はあなたは一人ではないである。詳細はオールドファーム及び EN。 セクテリアンザム・イン・グラスゴー参照セルティックの伝統的なライバルはレンジャーズである。まとめてこれら二つのクラブはオールドファームとして知られている。セルティックとレンジャーズはスコットランドサッカーの歴史を支配しており、1890年のスコットランドリーグの始まりからこれまで97のタイトルを分け合っている。二つのクラブはスコットランドでこれまで最も支持されているクラブでもある。 セルティックはアイルランドの人々並びにアイルランド系のスコットランド人と歴史的な結びつきがある。伝統的にライバルのレンジャーズのファンはスコットランドあるいは北アイルランドのプロテスタントから来ておりイギリス統一主義を支持している。クラブは北アイルランド問題の対立派閥の支持を引きつけてきている。一部のサポーターは試合でプロテスタントを罵るあるいは カトリック信仰への支持を示す歌やちゃんとバナーを用い、IRA やブフといった北アイルランド民兵組織への支持を表明する。2011年現在、400試合近くのオールドファームダービーが行われている。試合は、スコットランドの至るところのコミュニティでの暴力につながり続けている像を宗教的緊張、威嚇の雰囲気を持つと描写される。 ライバル関係は多くの暴動を煽り、ダービーの日には死者が出ることもある。病院の緊急治療室への受け入れは通常の9倍に増加すると報告されており、1996年から2003年の期間では数百件の暴動があり、8件の死亡事例がオールドファームダービーに直接的に結びついていた。ハムデンパークで行われた1980年、 スコティッシュカップ決勝では、セルティックの勝利後に、ピッチ上で、双方のサポーターによる乱闘が起きた。1999年5月にセルティックパークで行われたダービーでは、セルティックファンにより物が投げ込まれ、レフリーのヒューダラスにそのうち一つが当たり治療が行われた。また、少数のファンがピッチに乱入した。セルティックは、セクト主義を減らす方策を取ってきている。 1996年、クラブは、ボイス・アゲンスト・ビグトリキャンペーンを開始し、その後、コミュニティのすべての面、すべての人種、すべての色、すべての心情に対して、敬意を持つよう若者を教育するためユース・アゲンスト・ビグトリキャンペーンが行われた。2008年3月、UEFA は、バルセロナとの試合において、セルティックのファンが、セクタリアン・チャントを歌った疑惑について、 調査を行った。この訴えは証拠に書いていたため同月内に帰却された。セルティックファンの一部のグループは試合においてアイルランド共和主義とアイルランド共和軍に関する歌やチャントを披露することによって彼らへの支持を表明する。IRA チャントは攻撃的であると類型化されるが彼らがセクタリアンであるかについては意見が分かれている。 UEFA 広報委員長、ウィリアム・ガイアールは2006年の事例について話したとき、IRA ちゃんとは民族主義者問題であり、それぞれの国の民族主義運動を支持しているバルセロナやアスレティック・ビルバオといった他クラブのファンと似ていると述べた。またガイアールは一部のファンが民族浄化に従事した機関への支持を示したバルカン諸国の事例とは状況が異なる。 とも述べた。2008年と2010年、休戦記念日のために、ポピーのシンボルをチームが身につけることに対して、ファンのグループが抗議を行った。セルティックはこれらの抗議に対して、彼らがクラブとファンのイメージを損なっていると述べて、不賛成の意を表明し、関与した者たちを入場禁止にすると約束した。2011年11月、UEFA は、 セルティックファンが2011年11月3日に行われたヨーロッパリーグのレンヌとの試合中に親 IRA がを含む不法ちゃんとが行われた疑惑に関して捜査を開始した。審問が2011年12月9日に行われ、クラブは12,700ポンドの罰金を課せられた。2011年11月にはまたスコティッシュプレミアリーグが 前月のハイバーニアム戦でのファンによる、親 IRA、ちゃんとに関するセルティックへの調査を発表した。2011年12月5日、調査の結果、SPL は、少数のセルティックファンが IRA を支持する歌及び、ちゃんとを行ったことは、疑いようがないと結論付けた。しかしながら、セルティックはそういった行動を防止するために、 すべての合理的に実行可能な段階を踏んでいるとみなされ、クラブに対しては罰則は課されなかった。SPL はまた、監督のニール・レノンや CEO のピーター・ローウェルが、これらのチャントについて繰り返し激しい非難を行った、ことも考慮された、と述べた。ホームスタジアムのセルティックパークに飾られているトロフィー。1975年は、レンジャースと2から2引き分けで、 両チーム優勝2019から20、シーズンフォーメーションホースター67フリンポン、30ジュリアンにアイエル35ボーリンゴーリ23、ブラウン8マグレガー42フォレスト49、クリスティー17エルユノシ27エドアール222021年2月1日現在、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。 監督インアウト詳細はカテゴリーセルティック FC の選手を参照。ありがとうございます。